じゃあ書くに行きますね。まず木偏を書きます。右上がり。右寄りからこの長さをだいたい同じにして縦を長く持ってきますね。45度で払って点は少し下。偏よりも少し下の位置から45度。少し横に走って、最初の線に平行に持ってきて、同じく45度で払います。で、その下に、辺と同じ位置かちょっと上で良いので、横広の口を書きますね。真横に止めてください。